皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の運気を上げる魔法の高語録は、運がつく言葉を使おうという話をしたいと思います。運がつくっていうか、運が呼ばれるっていう意味で言えばいいでしょうかね。はい、やはり言葉っていうのは言霊でもありますのでね、言葉には魂が宿っていますし、それらを使うことによって周りの状況を自分で作っていくことになります。なので、不平不満、愚痴、人の悪口を言う人はやはり自分がそういう人間になっていきますし、綺麗な言葉、楽しい言葉を使う人はやっぱり楽しい人とかが寄ってくるので、結果そういう輪ができていくので、楽しい状況が作られていくっていう、そういうお話ですね。で、私がなぜこんな話を言えるかっていうと、昔会社員だった頃に、すごいストレスがたまる職場、今考えれば自分がそれを作っていたっていうのは理解できるんですよ。起きてる環境とかは全部自分が作っている鏡の世界が現実としてそこに現れているので、何かよろしくない状況にもしも自分がいらっしゃるということであれば、自分の内面がそれを外に打ち出されてるっていうふうに思った方がいいです。他人のせいではない。だけれども、当然私だって未熟な時代とかはあれば、上司の悪口とかですね、結構いっぱい言ってましたよ。いわゆるサラリーマンが管を巻く状態ですね。飲み屋に行って「たくはあの人はこうでああで」とかってね言ってて、でそうするとやっぱり体調も悪くなるんですよね。そういう悪い言葉を体にずっと聞かせ続けることになるから。で、特に私の場合には胃に来るタイプでしたので、胃腸炎とかになってみたりとか、腸壁が破れて血が出たりとかね、ストレスでそんなこともあったりしました。で、ある意味心が、マインドが割と強いがためにですね、ストレスを感じていることを自分で認めなかったがために、認めない体に対して負荷がかかってるのを体が SNS 上げて、それで初めて自分って疲れてるんだなとか、ストレスが溜まってるんだなとか、病んでるかもしれないとか初めて気づくんですよね。だからそういうとこまで自分をね追い込んじゃいけないなと思って、やりたかったことがあったのも事実だし、自分で自分の夢を実現したくってっていうのと、あとはそういった環境から自分を変えたいって思ったのがあって、自立自衛の道を選んだんですよね。もちろん一番の理由は前向きに作っていきたい事業があったからっていうのが一番です。でも同時にそれを選ぶことによって、収入の確保、低収入的な部分から未知のやったことがない、ゼロになるかもしれないチャレンジっていうのも含めた状態でも、それでも私はワクワクしていたし楽しかったし、それで独立をして教室開業したっていう、それが結果論としてありますね。で、どうなったかっていうと、ノーストレスになったんですね。お客様も自分がこういう人と付き合いたいっていう人を設定することによって、そういう人しか来なくなりましたし、本当に胃が痛くなるとか体調不良とかそういうことがね本当になくなったんですよ。だからレッスンとかはねありましたけれども、8年間レッスンとかの日に熱を出してそれを飛ばすとか変えるとかっていうのはしたことがないぐらい、体忙しいんですけれどもそんなに負荷はかからない状態で運営ができてましたね。それぐらい言葉っていうのは自分の心を蝕むし、逆にいいように使えば自分の体を元気にすることもできるので、いい言葉をやはり使った方がいいと思うんですよね。だからついている言葉を使うっていうのは非常に大事なことであったりとかもしますので、是非綺麗な言葉をね使っていくっていうことが毎日幸せになっていく一つの指針になるかなと思いますので、言葉、あまり自分をいじめないっていうことをね心がけるといいかなと思います。それでは。